俳優の志尊淳さん主演の映画、劇場版ドルメン X、小室直子監督が、15日に公開される。宇宙人アイドルグループ、ドルメン X を演じた志美琴さん、浅香晃大さん、小越祐貴さん、堀井新太さんと、アイドルオタクのマネジャーを演じた玉城ティナさんが、撮影時の思い出を振り返った。ドルメン X は、2015から17年に漫画誌、火花、小学館で連載された高木。ゆうなさんの漫画が原作で、全4話の連続ドラマとして、日本テレビでも放送された。宇宙人の隊長、志美琴さん、1位、浅香さん、2位、小越さん、3位、堀井さん、4位、玉木さん、が、地球一の愛。ドルになって地球人の心をつかみ、地球を侵略する、というアイデアを思いつくというスポコン系アイドル青春コメディー。以下は、作品が上映された4月の、島全部で大きな祭第10回沖縄国際映画祭の合間の取材から。役柄について教えてください。玉木さん、ドルオタマネジャーで、宇宙人。最初はみんな、良いのアイドル好きに全然ついてこられないんですが、アイドルのライブに行って、みんなが心動かされて、ドルメン X が誕生する。みんなを見守っております。マネジャーとしてずっと応援しております。堀井さん。サイは、みんなが個性豊かな中でもあんまり喋らず一歩引いていたので、逆に個性を、どう出していったらいいか悩んでおりましたが、あんまり喋らないのがキャラになっていた。無類の曲好きで、ドルメン X の裏のボスとなっているのではないでしょうか。志美琴さん、最長、という役は、とにかくまっすぐで不器用なんですが、すごく愛らしいキャラクターでもある。5人の実質リーダー的な存在で、一見頼りないなぁと思うかもしれないんですけれど、遠くで見ているような、みんながついていこうと思えるような、達観したキャラクターだと思います。浅香さん、1位という役は、5人の中でも一番人間味が強い。最初に嫉妬という感情にぶつかったりする、ピュアな気持ちで挑みました。宇宙人の仲間を愛して、演じました。自分自身の心も現れたような気がしています。小越さん、2位という役は、ドルメンの中でも見た目が可愛らしいフェミニン系。器用に何でもそつなくこなせてしまうんですが、できない人に、なんでこんなに頑張るんだろう。と冷めた目を向ける面もあって、ちょっとした冷たさが出たらいいなと思いました。それも逆に彼のピュアさなのかなと思って、大切に演じました。撮影で大変だったことは、志美琴さん、やっぱり、ダンスのレッスン、ライブのシーンは体力的に大変だったな。路上ライブ、メンバー初ダンス、のシーンと、最後のライブ会場でのシーンが連続の、撮影の、美だったんですよ。肩が上がらなくなっちゃったり。玉木さん、サイさん、堀井さん、は、しょっちゅうこうやってた、肩を気にする、よね。堀井さん、当時寒かったし肩が痛かった。温まってたつもりだったんだけれど、わって、手を、上げたら、おかしいなって。本番うまくいったからよかったけれど。小越さん、年齢を重ねていくごとに、みんなで何かをやるということがなくなるじゃないですか。
例えば、運動会でみんなで集まって頑張るとか、そういう感覚なのかな。一つのダンスをやることで、絆が生まれたと思いました。お気に入りの振り付けは、苦戦したのは、志みことさん、とにかく、4人をユニゾンで合わせなくちゃいけなかった。インパクトの位置を合わせるとか、みんながしっかり揃って踊れているというところに一番説得性を持たせたいという指導を、振り付けの夏真由美先生からいただいた。芝居をやりながら、ダンスを合わせていかないといけないのが、すごく大変だったんです。浅香さん、うまく踊ればいいんじゃなくて、必死にやっていることが、すごくお客さんに伝わることがよくわかったよね。堀井さん、苦戦したのは、俺じゃないか。肩が痛くて、腕を回すのが辛い。と、って言った時に腕を大きく回して、すぐ小さく回すんですが、何しろ肩が痛いから、一人だけ引っかかってる。練習中靴が脱げたりして、終わった後に、先生にガチトーンで、怒られた。共演してみて宇宙人っぽいのは誰ですか？志みことさん、堀井さん、小越さんが玉木さんを指名、玉木さんは誰も指名せず。浅香さんは志みことさんを指名、玉木さん、なんか、みんな、私って言うんだろうなって思った、笑い。浅香さん、俺も玉ちゃん、玉木さん、でいいよ。志みことさん、宇宙人という概念はよくわからないけれどね。何だろうね、玉木さんは、お人形さんみたい。そこで、宇宙人っぽいね、っていう話はしていて、みんな、だんだん宇宙人に見えてきた。玉木さん、何それ、笑い、だんだん宇宙人に見えてくるって。堀井さん、俺はその理由じゃない。一人で笑うよね。急によくわからないところで笑ったりしているから、何もないところで、ふふって。怖いって思った、玉木さん、ごめんなさい、気をつけます。でも、監督に、宇宙人ぽくってどうすればいいですかね。って聞いたら、そのままでいいです。って言われて、どういうことなんだろうと思いました。志みことさん、玉木さんは、宇宙人のポテンシャルが高めだったんだね。玉木さん、ありがとうございます。最後に、ファンへ一言お願いします。志みことさん、このゆるい感じを見ていただければわかると思うんで。すが、僕らのこの関係性が、役とリンクして良さが伝わっている。歌やダンスだけではなく、人間の情のドラマというか、宇宙人だからこそ感じられる地球。人の普遍的な部分を見て、各々が成長を求めて突き進んでいくストーリーです。皆さんが笑顔になってもらえる作品になっているんじゃないかと思います。浅香さん、とても笑える作品です。ピュアな気持ちになって見てもらって、まっすぐ素直に生きることの素晴らしさを少しでも感じてもらえたら嬉しいです。自分の気持ちをまっすぐに伝える行動の背中を押すことができたら嬉しいです。小越さん、最初に僕らの仲の良さや普段の感じを作品に入れられたら、と監督が話していた。僕は、志尊淳くんしか知り合いじゃなかったんで、みんなとちゃんと仲良くなってその雰囲気を出せるか心配だったん。ですが、
最初にダンスがあったりして、どんどん距離が縮まっていって、このゆるさや仲の良さが伝わったと思う。見終わった後に、笑顔になれる作品になったと思います。楽しんでください。堀井さん、この映画を見て何か思ってもらえたら嬉しいのと、SNS が流行っているので拡散していただけたら嬉しいです。玉木さん、一人一人の成長物語だなと思っています。良いはアイドルを好きな気持ちや、みんなを応援して、真剣に何かを思う気持ちで成長していく、